では渡辺修斗選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせください。とにかく勝ったと、もう本当にいろんなところで、なんていうんですかね、自分が勝つっていう予想を一個も見なかったんで、だけど自分の実力信じてたのと練習仲間が僕のこと信じて勝利を疑わなかったので、僕とか練習仲間のことを証明できたのが本当にすごく嬉しかったです。はい。対戦を終えて相手の印象というのは違いましたか？まあ、予想通りといえば予想通りだったんですけど、思ったよりも力があったなって思いました。他は結構予想、想定内というか、はい、想定通りな選手でした。はい。試合を終えたばかりですが、今後の展望を教えてください。そうですね、まあ、選んでもらえるんであればバンタム級のジャパングランプリあるんで、もしオファーいただけるならそこに、照準を合わせて頑張りたいなと思ってますけど、まあ、試合あるなしに関わらず僕格闘技好きなんで、まあ、大きな怪我もないんで、東京戻ったらちょっと休んですぐ練習再開して、大好きな格闘技をもうちょっと続けたいなって思ってます。で、強くなりたいなって思ってます。はい、ありがとうございます。オフィシャルからは以上です。その他ご質問ある方、媒体名とお名前とご質問お願いします。はい、ゴム格闘技の松山です。1ラウンド目はキャリア賞を 取ってからという展開もあったんですけれど、バックを取られてチョークの対戦にも入られましたけど、あそこはどんな気持ちでしたか？取られてる時、はい、後ろに取られてる、結構もう本当に田丸選手が疲れてるのが分かったんで、試合前から田丸選手2ラウンド目から体力落ちるっていうのが分かってたので、まあ、1ラウンド目は思ったよりもやっぱ力強いなって思ってて、まあ、結果的に防御に回る形になってしまったんですけど、すごく息遣いが荒いのが分かったので、あ、これ耐えれば2ラウンド目からチャンス出てくるなと思って、まあ、試合前から2ラウンド目からが勝負だなって思ってたんで、そこら辺は結構本当作戦通りだったなというか、その1ラウンド目しっかり守れて良かったなって思ってます。そのダメージはもらっちゃいましたけど、しっかり守れたことが良かったです。2ラウンド目のテイクダウンも蹴り足を取っての形だったと思うんですけれど、はい、あれは最初からこうその動きを、ね、狙っていたところもありましたか？そうですね、やっぱり試合見てると田丸選手左の蹴りがすごく多かったんですね、オーソドックス相手に対して。だから僕にも必ず左の蹴りが多いと思ってたので、そこは練習仲間でジムの後輩とかに左の蹴り、まあ、右もそうですけど蹴りを対応してもらって、それをキャッチしてテイクするっていう練習をずっと積んできたので、結構その試合でテイクダウン取れた時に、あ、練習通りだと思って、そこは不思議と落ち着いてましたね。なので4の字を取れてからなかなか組み手でしのがれましたけど、でもあそこはもう最後、まあ、フェイスロック気味に決めたという形ですか？はい、どんな風な決め方だったでしょうか？そうですね、もうフェイスロック、チョークっていうよりかどっちかっていうとフェイスロックなんですけど、僕結構形得意で、顎の上からでも手が回っちゃえば結構練習でよく取るんで、まあそこはなんていうんですかね、まあもっと早く取れたらよかったんですけど、その2ラウンド目バック取ってる時にこのラウンドで決めたいなとか思ってたんですけど、まあダメでも3ラウンド目これ相手体力切れてるしいけるかなと思ってたら、いや最後にちゃんともう一回トライしてみようと思ったら腕回ったんで、あ、これも全力でいっちゃえと思って行ったら決まりました。残り時間とか聞こえてました？聞こえてました。はい、なんで1分切ったところだったと思うんですけど、もうラストもう一回いっちゃえっつって、体力使ってもいいやと思って、相手の方が疲れてるだろうと思って行ったら、得意な形だったんでもう全力で決めに行きましたね。はい、改めてですけどバンタム級グランプリこれで名乗りを上げたいと。そうですね、はい、やっぱり僕が決めることじゃないんで、こればっかりは主催者の方、ライジンさんが決めることなので、まあ、当然出たいっていう気持ちもありますけど、まあ、試合内容もむちゃくちゃ良かったっていうわけじゃないんで、
逆転っちゃ逆転なんで、ただ1本で勝って存在アピールできたとは思ってるので、僕を選んでいただけるのであれば僕はそこに向けて調整していきたいですし、で僕の実力をもっと証明したいなって思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。